会できたのもみんなね、あの経団連と自民党とですね、東大の先生がみんな癒着してですね、あの天下り先とかね、あの東大の先生じゃないですよね、経団連の人じゃないですよね、あ、そうですか、そのようにしてね、あのイケイケどんどんで原発安全だとか言ってね、安全だからあのなんかロボットも作んなかったしね、日本なんてあの鉄腕頭とか言ってね、ロボットの鉄腕頭ね、本当にユーランちゃんとか言ってね、コバルトが、コバルトってもいい、全然もう本当にコバルトがなんか放射されちゃったもん、そうそう、あ、どうしようかと、つまり彼らはですね、この世の富を、この世の栄光を掴もうと思ったんですね。でもこの世の富、栄光というのは本当に儚い、移り変わりやすい、移ろいやすいね、え、彼らが死んでからね、破裂すればよかったのにね、ざまみろというか、まあ、僕たちは犠牲者なんですけれども、まあ、それを教訓としてですね、素晴らしい世界を作っていきたいなと、そこにシャイニングスターがあるという曲でやります
次超えましたね、カタチナロウの海だ、原発も吹き飛ぶしマジで超えた、ね、えそんなこだわらないで明るく楽しく暮らしましょう。カロハロね、枯葉のように原発も福島一号機もヤマハも全て大丈夫ですね。それ範囲で出てますか。おい、まゆみ。これ出ないです、出てないですか。出てまゆみ。Thank you.
諦めちゃダメだぜってことです。
キリスト教絡みの店なんですけれども、でも勧誘しませんので、みんなクリスチャン？そうよ。え、あ、そうね。じゃあいいかね。じゃあイエス行け行け、イエス行けっていうイエスに命令するような神学的な非常にプラスな曲なんですけど、まあイエスに行ってもらわないと俺たちもどうしようもないし、とりあえず福島に。